睡眠について教えてください。筋トレをするためには特に睡眠時間を一定に確保するのが大事だと思うんですが、僕は睡眠時間バラバラになってしまいます。山岸くんは現在朝トレにチェンジしていますが、一定の生活リズムを作るために気をつけていることや重要だと思うことを教えてください。また睡眠時間が短すぎるときには筋トレどうしますか。今ねこれ俺まさにこの悩みっていうか、特にね寝るのは寝れないというかね、やっぱり興奮と心配が混ざってるので4時間ぐらいしかねやっぱり寝れなくて、でこれはねまあコンテストの前にもらう起きるんだよね。で体脂肪率が低くなる行くなるほど眠りはやっぱ浅くなる。じゃあもちろんコンテストに向けて体もゾーンに入ってるというかね。だからまあそれで自分では感じないけど結構疲れてくるわ。睡眠時間が短いとやっぱり回復されないから。で俺あのこのリングこれオーラリングしてるからその睡眠の質とかも分かるんだけども、やっぱり今睡眠の質はとにかく悪い。ただそれでも俺はあんまり感じないわけ。朝と起きてトレーニング行くのも疲れてるなっていう感じはなくて、日中も そんな感じはしないんだけども、やっぱり数値は的確に表してるんでやっぱり回復されてませんよ。なので本来は回復してないっていう場合、俺の場合この数値で分かった場合はトレーニングはね休みにするとかということが必要なんだけれども、数値だけじゃなくてやっぱりいろんなファクターがあるので、本当に自分で疲れてると思ったらやっぱり休んだ方がいいというか、1日休んで次の日にその日に予定したトレーニングをやった方がいい場合もあるんだけれども、例えば今日とかね昨日4時間ぐらいしか寝てない。だって別に朝起きた時に別にパッと起きれたし、疲れてるという感覚もないのでジムに行ったし、で今日もおそらく別に日中は問題なく過ごせると思うんだけども、やっぱり自分の体と対話するというのが大事で、その時その時でやっぱり心はちょっとバックオフ、トレーニング行っちゃまずいなという時は自分で分かるので疲れてる、そういう時は休めるんですよ。で一定の生活リズムを作るというのはこれはやっぱり大事で、まあ、ボディビルダーの生活っていうのはもう何時にどこにいますかっていうのはすぐ分かりますよっていうぐらいそれが理想なわけで、俺はそれをやってたわけだ。10年前ぐらいはねもう毎日同じことをやるということをやってて10年ぐらい。ただ今はこの普通はね普通のことやってるとプロボディビルダーでもない限り仕事もあるし、いろんなまあ家族との時間もあるし、毎日も違う時間っていうのはもうこれは普通なわけだから、まあ理想にできるだけ近づくことは大事なんだけれども、まああまりこう理想を追い求めすぎるといろんなところで歪みが出てきちゃうんで、バランスだね。だからある程度まあこれでしょうがないやというこう開き直りっていうのも大事で、だからまあ睡眠時間が寝れなくて俺の睡眠の質が悪いと分かっててもそれほど感じないので、まあしょうがねえかといいやという時も開き直るというのも大事で、あまりストレスにしてもしょうがないと思うね。なのでそういう生活仕事間関係で睡眠時間がバラバラになってしまうということでも、その中でもベストを尽くすとかね。なのでいろんな、もちろんそのような生活で成績を出してる人もいっぱいいるんでね、これやらなくちゃいけないということじゃなくて、俺の自分の今の生活の中でベストを尽くすということが、まあ俺ができるアドバイスかな。